舞伎俳優の市川團子、團子イコール19が歌舞伎界の希望の星となっている。市川猿之助に代わり、20日から東京明治座の市川猿之助奮闘歌舞伎公演の昼の部節取りを波頭を越えてで主人公平知盛を演じた。27日の千秋楽では、朝から明治座は長蛇の列で立ち見席が出るほどの大盛況。終演後には約5分間スタンディングオベーションも起きたという。そんな團子の父親といえば、俳優の香川照之。市川中車を襲名して歌舞伎デビューしたのは2012年、46歳の時だった。すでに売れっ子俳優だったが、沢社や澤瀉屋を背負い、将来的に猿之助の名跡を團子に継がせたい意向で、歌舞伎界入りしている。そんな決断をしたからこそ、沢社屋のホープとなった息子の姿に涙を見せているという。中車さんは涙もろいところがあり、特に息子のことを話すときは涙腺が緩む。師匠である猿之助さんの代役という重責を担った息子を気遣い、ひいき筋にも未熟ですが、お願いしますと涙を見せていた離縁関係者猿之助は、中車も團子もまだまだ経験不足と厳しい評価を下していたのは周知の事実。しかも團子が代役を務めた公演は、宝塚歌劇団とスーパー歌舞伎を合わせたような現代の歌舞伎だ。猿之助さんも厳しく指導してきましたが、團子さんも古典歌舞伎についてまだまだ全然わからない。勉強しなければと口にしている。中車さんも息子が救世主ともてはやされる世間の声と身力に大きな隔たりがあることは十分にわかっている。だからこそ息子のプレッシャーもわかっている。同自身も銀座ホステスへの性加害報道で迷惑をかけてきた。ショックと重圧を抱えながら懸命に前を向く息子を支えている。Thank you.